はいどうも、フラちゃんです。じゃあ本日はバージョン 6.5 後期で比較的稼ぎやすい金策5選ということで紹介していきたいと思います。結構ね、お金が全くたまらないっつって困ってる人多いと思うんですよ。まあ、今回はですね、時給100万はまあ軽く出せるよねっていう、そういった金策を5選紹介していきたいと思いますので、ぜひともね、金欠の方参考にしてみてください。まあただちょっと初心者には少し難しいことはあるかもしれないんですけど、まあ一応できなくはないんで、ぜひともね、皆さん参考にしてください。早速やっていきましょう。それではまずは一つ目、希少獣ドグドラ金策ということで、こちらの細胞持ち寄りというやつをやるとできるやつなんですけども、まあ、この赤い人に話しかけてもらって、まあ、こちらですね、希少獣ドグドラ、こいつを倒すことで得られる素材を売って金策するというもの。だいたい時給換算してまあ200万ぐらいは効率的にやれば出せるよねっていう、まあ平均して200万なだけであって、上振れを引けば500万とか、なんなら600万とか全然あり得るわけ。まあただ下振れを引いてしまうと、なんか1時間やったのになんかむしろマイナスじゃねとか、なんか10万とか20万ぐらいしか稼げないこと多いんですけども、ただまあ平均するとまあだいたい200万とかそれぐらいだと個人的には感じます。まあ、というのもね、効率が悪かったらめっちゃその分時給下がるんで、まあ、っていうのもこちらの効率っていうのが倒すスピードですね。討伐スピードをだいたい1戦あたり1分ちょいぐらいで、まあ、それぐらいで倒すことができれば結構いい金策にはなるんですけども、まあ、ただ初心者の方が、あ、これうまいんだっつってやろうとしても、まあなかなかいい金策にはなり得ないということ。まあ、単純に討伐スピードが慣れてないと遅いっていうのもありますし、であとは参加費用がめちゃめちゃ高いんで、全滅してしまうとものすごくマイナスになるんですね。ドグドラ1体倒すのにどれぐらいの参加費用がかかるかっていうと、こちらのマイン細胞が30個必要なわけですよ。で、30個の値段どれぐらいかっていうと、まあ250万くらいはするわけですね。なのでドグドラ1回戦うごとに250万払って、でそれでちょっとプラスのその報酬というか、それをもらうわけですよ。負けてしまったらこの250万の参加費すべて消し飛ぶんで、なので初心者にはまあやっぱちょっと難しいのかなって感じはしますね。全滅したら超マイナスになるし、倒すスピードが遅すぎても効率が悪いといった感じなんで、まあ中級者以上の人かなりおすすめな金策なんですけども、まあなんでかよくわからんが全然やってる人いないんでね。まあなんかリスクを恐れて全然手を出してない人っていうのはまあ結構いると思うんですけども、そもそもなんかこれをやって金策になるのかって思ってる方も多いぐらい、なんかあんまし浸透していない金策なんですが、これはね本当に中級者以上におすすめな金策なんで、皆さんぜひともやってください。まあただ絶対に細胞持ち寄りで行くこと、4人パーティー組んでいかないとマジで採算取れないんで、4人で行くことによってまあみんなとこう細胞を持ち寄って、まあ、その分ね、1戦あたりのコストっていうのを減らすことができますんで、もう絶対にこれはパーティーで行くこと、サポートでやったら絶対に元取れないんでやめましょう。で、ちなみにこれ、ドグドラ以外に他にもこれ、ゾルゾムとボイブーがいるんだけど、まあ、こいつらはどうなのっていうと、こいつらは単純に倒した時の報酬の数がドグドラに比べて少ないので、これらはまあ絶対やんないこと、必ずドグドラをやりましょう。必要体制に関しても、まあ全然必要としなくて、個人的におすすめな耐性というのが呪文耐性 27% にさらに炎耐性 30%、 それさえつけていれば全然誰でもいけるんで、どの職業であっても。まあ体上にまず 21% つけますよね。もうこういう埋め尽くしでいいです。100万ぐらいで買えます。でさらにこれに宝珠の鉄壁の攻撃呪文耐性、これをレベル6まですれば 27% いけます。でさらに炎耐性に関して 30% なんですが、それに関しては、まあ、この炎光の勾玉ってあるじゃないですか。まあ別に合成なんかしてなくてもいいですよ。まあこれ仮に 26% ね、炎ダメージそれだったとします。まあこんな第一伝承とかせずに、で 26% であったとしても宝珠でさらに 4% とか盛ればいいんで、なのでそれだけで呪文耐性 27% と炎耐性 30% の出来上がりなわけです。それで連続メラガイアを2発耐えることができますんで、負けっかいをすれば。逆にその耐性がないと連続メラガイアを2発もらった時に死んでしまうので、まあ、ちょっとねこう生存の可能性が少なくなるということで、まあ、やる際にはこういった耐性は持っておくことは重要なんですが、
まあただ全然ね、レベルさえ上げて、あとは呪文耐性の装備くらいを買えば、どの職業でもいけてしまうんで、装備とかで見た時にそういった敷居とかっていうのはまあかなり低いんじゃないかなと思います。まあというわけでね、こちら、ドグドラ、ぜひともね、やってみてください。フラチャンネルの動画遡れば、いろいろ攻略法とか載ってますんで、そっちも参考にしてみてください。というわけでこちら、起床獣、ドグドラでした。それでは二つ目、職人ということで、いや出た職人と思った方いるでしょう。大丈夫。職人ってね、意外と簡単なんで、なんか職人やったことない人からすれば、職人ってマジで難しいんでしょって、なんか一年ぐらいね、マジでこう、赤字出して訓練して、で、それでようやく稼げるようになってきて、みたいな、そんな厳しい世界なんでしょうとか思ってる方、いや全然厳しくない。もうどれぐらい厳しくないかっていうと、スーパーのレジ打ちぐらい誰でもできる。まあもちろん経験ゼロからすぐにできるかと言われれば、まあ、レジ打ちもそうなようにちょっと訓練というか練習は必要ではあるけど、まあ、ただそんなもんね、1日やりゃすぐに覚えられるぐらいのそういった難易度なんで、で職人で稼ぐのって、まあ、大体3つぐらい方法がありまして、まず1つ目がギルドの依頼品ですね。まあ、これなんか毎日できるものなんですけども、これをやることによってちまちまと毎日稼いでいくことで、2つ目なんですが結晶装備を作って稼ぐということ。まあ、結晶装備がわからない人のために解説するんですが、まあ、こういったやつですね。まあ、この右上見てほしいんですが、結晶の個数みたいな、まあ、こういうのが書かれてるわけじゃないですか。で、こういうのって、錬金して、いろいろやると、結晶の数が38個取れますよ、みたいな、まあ、こういったものですね。で、それで使い込み度を上げて、結晶を取り出して、出てきたこちらの汗と涙の結晶、これをバザーに売って稼ぐといったような、まあ、そういったための装備ですね。それを作る金策。で、もう一つは、最上級の装備とか、そういったものを作る。まあ、これが一番難しいっていうか、最新の装備を作るためには、ま、かなりのね、かなりっていうか、経験が必要なんですけども、まあおすすめなのはギルドの依頼品で稼ぐか、結晶装備を作って稼ぐか、まあその二択じゃないかなって思いますね。その二つに関しては本当に簡単なんで、マジで食わず嫌いの人みんなやってほしい。特に最近なんかは結晶装備作る人がちょっと減ってきてですね、もう本当に今ブルーオーシャンだと思いますんで、マジでまあすぐに乗り込んだ方がいいですね。おすすめの職人は裁縫職人か、まあもしくはまあぶっちゃけ何でもいいけど、フラちゃんから言わせると裁縫職人かランプ職人、この2つじゃないかなと思いますね。ランプ職人に関してはマジで頭使わずにランプを適当に回すだけっていう、それで稼げますし、ただ裁縫職人、そっちに関しては若干頭は使うっていうか、少し手順とかあって、まあめんどくさい部分ではあるんだけど、まあ、ただ慣れてくると安定してめちゃめちゃ稼げるようになる。まあなのでね、皆さんぜひとも職人やってほしいんですけども、いや本当にね、何回も言うようだけど食わず嫌いの人が多すぎる。職人イコールガチで難しい、イコール手を出さないみたいな、なんならこうね、リスクがあるからみたいな、そういった考えの人いると思うんですが、リスクがあると言ってもそんなないに等しいんで、結晶装備とかを作って赤字を出すっていうのはまあそうそう、相当レベルが低いんだったらまあありえるっちゃありえるんだけど、また赤字が出る言うてもね、そんな別に50万赤字とかするのは絶対ありえないから、マジでね、職人はもう本当に皆さんやってほしいです。というわけでこちら職人でした。それでは続いては、盗み金策と細胞金策と、であとは結晶装備金策を同時にやるっていうこと。まあ、この3つなんですけども、それぞれ個別だとマジで美味しくない。まず盗み金策に関しては、普通にやるだけじゃマジで時給40万とか、まあ、言っても50万ぐらいですよ。で、細胞金策っていうのは、こちらの赤い人、ガブラさんから、こちらの秘術をかけてもらうことによって、魔界のモンスターが低確率でマイン細胞を落とすようになるんですけども、まあ、これが30分間ですね。じゃあこれだけでね、金策をしようと思っても、相当効率悪い。マジで、できて、ま、時給20万ぐらいじゃないかなって思いますね。あとは先ほどね、ちょっと紹介した結晶装備。これなんかでも単品でやると、まあ、あんま美味しくないですよ。まあ、ただガチでやれば、まあ、そこそこは稼げるんですけども、まあ、ただこれらをですね、全部融合して、一緒にやることができれば、割とうまいんですね。つまり、結晶装備を着て、魔界のモンスターで盗み金策をすることができれば、まあなかなかね、それぞれ3つ全部美味しくないんだけど、美味しくないやつを全部同時並行でやれば美味しい金策になるんで、まあこれ実際に何回かやってるんですが、時給100万とか、まあ結構行ったりしますね。行かない時でもまあ80万くらいは時給行くかなってぐらい、それぐらい結構効率がいい金策になっていますんで、まあ、ぜひともね、こちら盗み金策と細胞金策と結晶装備金策、それを同時
並行でやる。まあ、マイン細胞の方が1日30分しかできないんで、1日中ずっとやることはできないんですけども、まあ、ただ30分しかできないという、逆に考えれば日課としてやりやすいということでもあるんで、やめ時の方もね、かなりこう、掴みやすいんじゃないでしょうか。まあ、そういった意味でも結構おすすめな金策です。まあ、これに関しては別に初心者の方だったとしても、やり方さえ覚えてしまえば、バージョン5のフィールドに行った段階でできるようになるんで、まあこれは結構おすすめな金策じゃないかなと思いますね。というわけでこちら、盗み金策と細胞金策と結晶装備金策を同時並行してやるということでした。それでは続いて、ゴーレムの傭兵ということで、まあ最近ではね結構メジャーになってきて、知らない人の方が逆に少ないんじゃないかなってぐらい知名度上がってきたんですけども、まあこんな感じに緑玉を見てみるとたくさん出てくる。こんな感じ、なんか一見するとよくわかんないような感じだけど、例えばじゃあこの上から2番目のこのマサシさん、まあ、この見てください。ウリ、ゴーレム、兵800、サイ1080、110、なんか解像度みたいなの書いてありますが、1080×みたいな、だからそんな感じでいろいろ書いてあるけど、これ要約するとどんな感じかっていうと、ウリ・ゴーレムっていうのは、あ、ゴーレム売ってますって、ゴーレムを呼んであげますよっていう、あなたをレベル上げ手伝いますみたいな、そんな感じですね。で、兵800っていうのは平均して30分玉球800万経験値は出せますという。やばくないですか、経験値800万ですよ、やばくない？30分でだよ、あのメタルキングでさえ360万ぐらいなのに、もうところがゴーレムの場合はね800万ですよ、やばいっすね。で、最高1080っていうのはもう1080万経験値稼げましたということで。で、110万っていうのはまあ値段ですね。30分間110万渡せば呼んだるわっつって。で、保証罰っていうのは、まあ仮にね、平均800万とか言ってるけど、じゃあこれで玉球ね、実際500万しか出ませんでした。まあその場合だっても返金とかは一切ございませんということですね。まあ、そんな感じにですね、まあ、見てもらえると、だ30分ですよ、これ。30分で110万とか、あとは下の方を見てもらえると、ゴーレム130万。これ30分で130万ってことですから。で、まあいろいろ見てみると、100万切ってる人ってまあなかなかいないんですよね。だから実際これで売れるからなんですよ。ほら、ゴーレム予備練習中につき、格安100万みたいな。格安で100万ですよ、30分で。じゃあこれ1時間で2回できますよ。ということは、時給200万。もうちょっとこう上手くなってきてね、で150万取れるようになったぞ、つって。そしたら、これ時給300万ですよ。まあ、買う人がいればですけどね、すぐに。言うても30分間待って、で、1人売れれば、時給150万とか、100万とか行くわけですから、まあ、なので、待機時間にね、別に職人しててもいいわけだし、まあ、そういうわけで、別に何もせずに待ってやる必要はないわけですよ。誘われたら、30分150万で、誰かをレベリング手伝うといった感じの、こういった金策。まあ、多分、現地にね、実際にやってる人いると思うんで、まあ、そこを見て、ちょっと解説するんですが、プラちゃんの動画でも、まあ、ちまちまとそういった動画は出していましたんで、まあ、ぜひともねそこも参考にしてほしいんですけども、なんかいないですね、全然。ちょおかしいな、まあ、いつもはいるんですよ、いつもは。でちゃんといるんですよ、ちゃんといつもは絶対いる。いない時の方が珍しいんで、今日は珍しい日ですね。まあ実際シュミレーションというか、まあ、ちょっと口頭で言うと、フラちゃんがじゃあレベル上げしてえなと、じゃあバトルマスターが今100レベルです、なんかレベル上げしてえな、でもなんか動くのめんどくせえな、はい、そういう時、はい、仲間からこう仲間誘うやってレベル上げで検索するとたくさん出てくるわけで、それで、あ、じゃあこの人誘おうっつって、したら格安100万、100万渡して30分間放置してるだけでレベル上げをしてくれるっていうね。で、金策としては、この傭兵になれば金策ができるというわけですよ。別にそんな難しい話じゃないです。まあ、さっきも言った通り、やり方に関しては、フラチャンネルの動画を見てほしいんですけども、なんか一部ね、ちょっとうるさいやつはいる。なんかちょっとイキリプレイヤーな伝説の3人ってね、なんか自称している人がいて、その人が、うんたらかんたら言うことはあるかもしんないけど、まあ、ただそういう変人は置いといて、まあ、この玉球800万とか900万っていうのは、まあ、割と簡単に行くようになるんで、まあなので、全然こう、そんな硬くなるね、肩に力を入れる必要はないかなと思いますね。程よい装備手に入れて、で、あとは程よい準備して、で、程よいサポートを手に入れて、で、そしたらもうできるわけですから。まあ、これはね、まあ、結構稼ぎやすい金策なんで、ぜひともね、こちら、余裕があったらやってみてください。というわけでこちら、ゴーレム傭兵でした。はい、それでは最後。最後は、背取り、まあ、転売というか、まあ、そんな感じですね。まあ、転売デイです。で、転売なんですが、まあ、商材はいろいろありますよね。
で、まあ別に簡単な話、安い時に買って高い時に売るっていう、ただそれだけの話です。まあこれに関してはね、もう本当に博打なようなもんで、どれが上がるとか、どれが高くね、背取りできるかとか、そういったものに関してはもう経験でしかわからないんですけども、例えば前流行ったのが、ゴーレムが流行り出した頃、っていうのが、まあ、俺もちょっとやったんですが、まあ、これが結構利益出まして、この減枠 8% ついてて、でなおかつ混乱 4% ついてるやつっていうのを俺探したんですよ。今はまあ結構みんな作っててちょっと安くなってたんですけど、昔確か俺それ100万で買って、で1000万で出してたら売れたんですよね。っていうことはそれだけで900万得したんですよ。まあやりやすい商材っていうのはそういった珍品ですね、珍しいやつ、なんか一部の人しか使わないよねっていうやつっていうのをやるといいんじゃないかなと思いますね。一般的に出回っている、例えば HP21 がついたこちらの聖域系、まあこれをじゃあ背取りしようということで考えると、こんなもんみんな欲しがってるっていうか、みんな作りまくってるわけじゃないですか。なので相場って本当に安定してるんですよね。要は相場が不安定というか、値段がつけにくいものっていうのをやるといいと思います。他にもなんかあったな、セーラスエッジかなんかで俺が減枠 8% のヘナトス 5% だからそれぐらい作ったのかな。でそれでバザー見てみたら、なんか1000万で1人出してた人いたんですよ。で思い切ってそれを買って、でお互いにこうね、2つ4000万4000万で並べておいたんですね。そしたら2本売れました。ということは1000万で売られてるものを買って4000万で売ったってことは3000万得したわけだし、あとは自分が作った同じやつっていうのは4000万で売れたんで、まあ、丸々4000万、まあ、ちょっとこう原価とか置いといて儲けですよ。まあ、それぐらいやっぱ背取りっていうのはなかなか面白いものではある。まあ、ただ転売ということで一部の人からは少しこうあまりよく思われなかったりとかあるとは思うんですけども、まあ別にまあ全然いいんじゃないかなと個人的には思っていて、まあ他にも転売とかであればバージョンアップの前になんか新しい装備とかに使いそうな素材っていうのをたくさん買っておいて、でそれで実際に装備にその素材が使うってなれば、まあ例えばこの古代樹の化石なんか今6000ゴールドぐらいで売られてますけども、新しい装備に使うイコール需要があるということなんで、もしかしたらこれも1万5000ゴールドぐらいに跳ね上がる可能性だってあるし、まあだからリスクはあるけど、その分跳ね上がった時にかなりねプラスになるっていうのが背取りとか転売。自分昔このドラゴンの皮で一発当てましたね。なんか1000ゴールドぐらいの時に買っておいて、でそれで3、4年ぐらい寝かしておいたら、なんと、まあ、今ぐらいの価値の1万ちょいぐらいになって、まあ、それでだいたい10倍ぐらいになったということで、まあ、そんなこともありましたね。まあ、っていう感じで、まあ、この背取りとか転売、ぜひともね、株とか FX が好きな方、やってみてください。ということでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはバージョン 6.5 後期でできる結構おすすめな金策ということで紹介しました。まあ初心者がね、じゃあやろうと思ってなかなかできるものではないんだけども、まあただ全然真似できるものではありますんで、まあ、ぜひともねやり方とか調べてやってみてください。意外とやってみると簡単です。ということでね、今回の動画がためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。